どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのプライオリティパスありますよね。先日ですね、羽田空港の第3ターミナルですね、ティアットラウンジがですね、新規ね提携になりましたということで、とうとうね羽田空港にもこのねプライオリティパスで入れるラウンジがね追加になりましたよね。まあそれ以外にもですね、成田空港の第1第2ターミナルの制限エリアに IASS ラウンジがですね新しくねオープンしたりですね、またね成田空港第2ターミナルに9アワーズっていうねカスペルホテルがですね対象になったりと、このねプライオリティパスね、まあ、昔は本当にね全然使えるところね国内で少なかったわけなんですけども、最近ね国内でも利用することができるようになってきておりましたので、プライオリティパスをね付帯しているクレジットカードね発行検討されている方かなりねいらっしゃるかと思いますので、本日はですねこのプライオリティパスがね付帯しているクレジットカードねまとめて解説ねやっていきたいなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、まずですね国内のプライオリティパスの一覧ですね、こういった形になっておりまして、まあ、こちらはね LINE 公式アカウントの方でね配布しておりますんで、もしね気になる方は LINE 公式アカウントね登録しといていただければ、次いつでもねワンクリックでね見れるように、ね、みんなワンクリックキーワード打っていただければね一発で見れるようになっておりますんで、ぜひね登録していただければななんていうふうに思うわけなんですけども、今ねプライオリティパスのラウンジはねこういった感じになってるんですよね。でまずねこのプライオリティパスはね付帯しているクレジットカードでおすすめねクレジットカードなんですけども、まず1枚目ですね、こちらのクレジットカードになります。まあ皆さんね、聞いたことがあると思いますし、これを持ってる方もね多いと思うんですけども、楽天プレミアムカードですね。やはりねこのプライオリティパスといえばですね、このねコスパ最強と言われているねこの楽天プレミアムカード保有している方ねかなり多いと思うんですけども、この楽天プレミアムカードね何がいいかっていうと、まずね年会費がねズバ抜けて安いんですよね。1万1000円ということで、1万1000円はねこちら毎年かかってきてはしまうんですですけども、このねプライオリティパスがですね年間ね何度でも入れる、プレステージ会員がですね付帯しているクレジットカードっていう風になってるんですよね。まあこのねプライオリティパスがね付帯しているカードでも、この楽天プレミアムカードのねいい点は、この何回でも入れるプレステージ会員が年会費1万1000でね利用することができるっていう点がねかなりおすすめポイントっていう風になるんですよね。で家族カードはね、まあ、一応あるんですけども、このプライオリティパス自体はですね家族カードにはねついてないっていう風になりますんで、まあ、ご夫婦とかでね利用されたいっていう方はこちらね1回3300円のね有料っていう風になるわけなんですけども、まあ、1人でね利用する、もしくはご夫婦でね本会員同士で持っていただければですね、まあ、こちら1万1000円でですねご夫婦でもね利用することができるっていう風になりますんで、このね楽天プレミアムカードはですね、やはりねこの1万1000円でこの何回でも入れるねプレステージ会員がねついているっていう点がかなり強いって言った感じになるんですよね。でこの楽天プレミアムカードね、これ以外にも魅力がありまして、まずねポイントサービスということで、楽天市場をねよく利用される方はですね非常にお得っていう風になっておりまして、ポイントがね楽天プレミアムカードで決済していただくとねポイント5倍とかねついたりするんですよね。でまあこのポイントはですね期間用途限定ポイントを含むっていう風になっておりますんで、まあ、ほぼほぼね期間用途限定ポイントということで、 ANA マイルとか JAL マイルとかにはね交換することができないポイントにはなるわけなんですけども、まあ、楽天で、ね、よく使う方に関しては非常にねお得になるっていう風になるんですよね。でもう一つですね、おすすめポイントなのが、このね3つからね選べるコースの中にトラベルコースっていうのがあるんですよね。こちらですね、はい、ここにもね掲載されているんですけども、この楽天プレミアムカードっていうのはですね、まあ回数はねそんな多くないんですけども、手荷物宅配サービスがですねこの楽天プレミアムカードにも付帯してるんですよね。こちらは海外旅行に行く際にご自宅からね空港まで、もしくはですね空港からご自宅まで、まあこちらねどっちでもいいんですけども、利用することが無料でねできるんですよね。まあこちら回数制限がね非常に少なくて、年間2回までにしかね利用することができないんですけども、まあこちらね普通に使うとね3000円ぐらいねかかるこのサービスが、このね楽天プレミアムカードのトラベルコースをね選んでいただくと無料でねついてくるっていう風になりますんで、こちらね非常
常におすすめポイントですね。まあこちらね、年間2回っていう風になりますんで、行きに2回使っていただいてもいいですし、帰りに2回使ってもね、どっちでもいいんですけれども、まあ一応ね、この2回までっていうね、制限が、まあその1回送るごとにね、消費されていくっていう風になりますんで、まあこの点はね、注意していただきたいなと思うんですけれども、こちらもね、非常に大きい特典なんですよね。で、これ以外にもですね、楽天プレミアムカードはですね、こちら、楽天証券の投資信託の積み立て、こちらが楽天カードでね、決済していただくと、ポイント倍率引き上げということで、昔はね、非常に良かったんですけど、一時レートが落ちたんですよね。で、それからまたね、引き上げますっていう風になりまして、楽天プレミアムカードはですね、なんと 1% でですね、クレカ積み立てね、利用することができるっていう風になりますんで、楽天プレミアムカードね、こちらが非常にね、おすすめポイントっていう風になります。年会費がね、やはり1万1000でね、安いにもかかわらず、プライオリティパスがね、プレステージ会員でね、付帯しておりまして、またね、トラベルコースね、選んでいただければですね、手荷物宅配サービスもね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にね、お得なんですよね。で、これ以外にもですね、ちょっとこちらは、まあ、利用される方ね、結構限定されてしまうかもしれないんですけども、このね、楽天カードっていうのはですね、ハワイにね、ラウンジがあるんですよね。で、あるのがアラモアナセンターとインターナショナルマーケットプレイスだったかな。こちらにあるんですよね。これがこの楽天カードね、持っているだけで入ることができて、またね、プレミアムカードを持っていればですね、アラモアナセンターの方はね、ちょっと確認したんですけども、プレミアムカード限定のね、エリアとかも入ることができるっていう風になりますし、またね、JCB のあの、国際ブランドにしていただければですね、ハワイのね、JCB のラウンジが利用できたり、またね、ピンクラインとかもね、無料でね、バスも乗れたりいたしますので、まあ、こちらもね、かなりおすすめポイントっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で、このね、楽天プレミアムカードね、今これこちら公式サイトなんですけども、一応ポイントサイトにですね、案件はあります。一応ね、5000円ぐらいでね、ポイントサイトハピタスにね、案件出ておりましたんで、もしね、利用されたい方は、まあ、ハピタス経由でね、利用していただくと、5000円分のポイントね、もらえるっていう風になりますんで、まあ、一応おすすめはおすすめなんですけども、このね、楽天カードを持ってない人だったらね、これ対象なんですけども、楽天カード持ってる人はね、対象外っていう風になりますんで、まあ楽天カードね、持ってる方ほとんどだと思いますので、まあもしね、持ってないよっていう方はですね、ハピタスの案件ね、利用していただければなっていうところなんですけども、まあほとんどの方はね、対象外になってきてしまうかななんていう風に思いますので、この点はね、覚えておいてください。それでは次にね、おすすめしたいカードはですね、こちらですね、MUFG プラチナカードということで、まあ私もね、昨年まで持っていたクレジットカードっていう風になります。ボテジューとかね、撮影しに行った時は、このクレジットカードでですね、プライオリティパス発行して利用させていただいておりました。で、こちらのカードね、年会費が2万2000円税込みっていう風になりまして、年会費はね、まあまあするクレジットカードっていう風になるんですよね。で、先にね、紹介してさせていただくとですね、このカード2万2000円年会費かかりますよね。年会費はかかるんですけども、なんと今ね、ポイントインカムで案件が出ております。こちらですね、三菱 UFJ カードプラチナアメリカンエクスプレスカードということで、こちらね、2万2000円で案件が出ているっていう風になりますんで、こちらね、カードね、発行していただいただけでね、OK なんですけども、2万2000円の年会費がかかって、2万2000円分の案件が出てるっていう風になりますんで、ポイントインカムから銀行振込でもいいんですけども、まあ、こういった感じで現金化していただければですね、こちら年会費2万2000円かかりますけども、ポイントインカムからね、2万2000円もらえるっていう風になりますんで、実質無料でね、初年度利用されたいっていう方は、こちらね、おすすめっていった形になります。で、このね、MUFG プラチナカードのね、非常におすすめのポイントがですね、先ほどから言っている通りですね、このカードもプライオリティパスがですね、プレステージ会員で付帯しているっていった形になります。で、もう一つのね、大きい特典がですね、この MUFG プラチナカードっていうのはですね、家族カードが1枚無料なんですよね、このクレジットカード。家族カード1枚無料の分にもプライオリティパスがですね、付帯するんですよね。しかもそれがですね、プレステージ会員で利用することができるっていう風になりますんで、年会費ね、2万2000円このカードかかるんですけども、ご夫婦とかでね、利用されたい方は、本会員の方と家族カードの会員の方ね、まあ、1枚ね、無料で発行することができて、なおかつね、プライオリティパスも無料で1枚発行することができるっていう風になりますんで、ご夫婦でね、利用されたいっていう方は、こちらのカードね、非常におすすめっていった形になります。しかもね、今ね、初年度年会費無料、まあ、実質無料でね、利用することも
できるっていう風になりますんで、ぜひねこちら、ご夫婦とかでね発行されたいっていう方は、ポイントサイト、ポイントインカムのね案件がなくならないうちにですね、ぜひね発行していただければなと思います。ポイントサイトの案件もね、カード発行するだけでこの2万2000分ねもらえるっていう風になりますんで、ぜひね覚えておいてください。でまたね、この MUFG プラチナカードはですね、プラチナカードということで、プラチナカードのねサービスも受けれるっていう風になっておりまして、プラチナコンシェルジュもね利用することができますし、手荷物宅配もですね、こちらね往復1個ずつね無料で利用することができるっていう風になります。またねプラチナグルメセレクションということで、2名分ね利用していただくと1名無料、まあコース料理にはなりますけどね、まあそういった特典とかもねあるっていう風になりますんで、こちらのカードはですね本当にね結構特典もりもりでね利用することができるっていう風になりますし、このねプラチナコンシェルジュね LINE とかでもね利用することもできるっていう風になりますんで、こちらもねかなりおすすめポイントっていう風になります。またね付帯サービスということで、国内外のね海外旅行保険もこちらね自動付帯でねついているクレジットカードっていう風になりますんで、利用されたい方はですね利用していただければなと思います。概要欄にね公式サイトは載せておきますんで、そちらからね全部のね今日話すやつ全部ね載せておきますんで、ぜひねチェックしてください。それでは次にですね、こちらね先日動画1本ね出しましたけども、 UC プラチナカード、こちらね初年度年会費無料キャンペーンがね今やっているんですよね。で初年度ね年会費無料ということで、こちらのクレジットカードはですね、最近ねプライオリティパスね付帯して、年間6回までね無料で利用することができます。ですのでこちらもね初年度年会費無料でね利用することができて、またね年間6回ねプライオリティパス利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね結構いいのではないのかなと思います。まあこちらね初年度年会費無料で利用できるプラスね、このスマート決済端末エブリングね、こちらもね送料負担だけでね無料でもらえるっていう風になりますんで、お得にねゲットできるっていう風になりますんで、こちらもね概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしてください。こちらもね非常におすすめっていった感じになります。でこちらのクレジットカードに関してはポイントサイトハピタスにですね、UC プラチナカード案件あるんですよね。これあることはあるんですけども、このクレジットカードね、このページからだとですね初年度年会費無料でね利用することができるんですけども、こちらのねポイントサイトハピタスから行くとですね、初年度年会費無料にならないっていう風になりますんで、ポイントがね欲しい方はまあこちらからねちょっと500円損しちゃうんですけども、まあこちらから利用していただいて16,000円分のねポイントもらって、このねポイントサイトハピタスだとマリオットポイントとかにもね交換することができるっていう風になりますんで、ちょっと年会費払ってでもですねマリオットポイント欲しい方はまあこっちからね発行していただいて1万6000分ねもらえるっていう風になりますんで、まあこっち利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。ここはねお好みになるわけなんですけども、まあこっちでね発行しちゃうとねエブリングももらえないっていう風になりますんで、ここはね注意していただければなと思います。それでは次にですね、私がね今一番お勧めさせていただいているセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードですね。こちら年会費ね2万2000円かかるんですよね、本来は。なんですけども、こちらのカードはですね今ね初年度年会費無料キャンペーンをやっているんですよね。ですのでこちらね初年度年会費無料でね利用することができて、他のカードと同じようにですね、ちょっと UC プラチナ違いますけども、年間ね何回でも入れるプライオリティパスがですね付帯しているっていった形になります。でこちらのクレジットカードはですね年会費ね初年度年会費無料で維持できるんですけども、年間ね200万円使っていただくと来年の年会費もですね1万1000に減額されるクレジットカードなんですよね。これがね非常におすすめポイントということで、やはりねこちらプラチナカードなんですよね。で先ほど紹介したね楽天プレミアムカードね、まあ一応1万1000でね同じようにプレステージ会員でね利用することができるわけなんですけども、年間200万円ね使える方に関してはですね、こちらね同じ年会費で利用することができて、またねプラチナカードっていう風になりますんで、コンシェルジュとかもね利用することができるっていう風になりますんで、こちらね非常におすすめポイントっていう風になります。またねこちらプライオリティパスはですね本会員しか使わないんですけども、同伴者料金がですね2000円で利用することができるんですよね。多分これ税込みで2200円になると思うんですけども、まあこういった感じで他のカードだとですね同伴者料金で3300円かかるわけなんですけども、このセゾンのねクレジットカードっていうのはプライオリティパスのね同伴者料金
が2200円で利用することができるっていう風になりますんで、ここもね結構おすすめポイントっていう風になります。またねこちらのクレジットカードはですね、 JAL マイルがねメインカードで貯まるぐらいですね、 JAL マイルの還元率高いクレジットカードっていう風になっておりまして、セゾンマイルクラブね年間5500円かかってはしまうんですけども、 JAL マイルのね基本還元率で 1.125% 還元っていう風になるんですよね。またね au ペイプリペイドねかましていただくと 1.375%、 またね永久不滅ポイントポンタポイントね両方キャンペーンでね交換していただくと最大還元率 1.45% までね還元率上げることができるね、クレジットカードっていう風になりますんで、まあ、JAL マイルをねメインで貯めたい方はですねかなりねおすすめのクレジットカードっていう風になっておりますんで、こちらのカードもですねぜひね覚えておいていただければなと思います。まあね人によってですねご夫婦で利用されたいっていう方と、まあ、一人でね利用されるっていう方と、またね JAL マイルを貯めたいとかねプラチナカードのコンシェルジュを使いたいとかね、まあいろいろね人によって状況分かれると思うんですけども、ぜひねご自身にね合ったカードね選んでいただければなと思います。ということで今回ですねプライオリティパスがね付帯しているクレジットカードをですねまとめて解説させていただいたわけなんですけども、まあ年会費がですねまあどこまでね許容するかっていうのはね本当に難しいポイントですよね。本当にね年会費が高くてもいいんだったらアメックスプラチナね発行していただければ、あれ確かね同伴者1名までね入れますし、家族カードもね全部対象だったりするんで、まあ4枚とかそのぐらいまでね発行できて、また同伴者も OK でみたいな感じになりますんで、まあ13万円、まあ税込み入れて14万3千円とかね、まあお金を払えばね、まあいくらでもこのプライオリティパスをね付帯しているクレジットカードってのはあるわけなんですけども、やはりねできるだけねコストを抑えたいんでね、やはりね難しい部分ではあるんですけども、ぜひねご自身に合ったカードをね選んでいただければなと思います。で最後にですねプライオリティパスね話するときいつも言わせていただいてるんですけども、レストラン特典ってありますよね。まあ成田空港第2ターミナルの、9アワーズとかもあれもレストラン特典になりますし、またね中部国際空港のですね最近できたねピザレストランでしたっけとかね、あと関西国際空港のボテジューとかもそうなんですけども、全部ねレストラン特典っていう風になるんですよね。だからラウンジではなくてラストランで3400円分無料で利用できるみたいな、まあそういった特典になるんですよね。まあちょっと9アワーズはね3400円まあ宿泊費から引くみたいな感じなんですけども、まあそういった感じでレストラン特典っていうのもあるんですよね。ラウンジだったりレストラン特典だったりで、このレストラン特典っていうのは今日紹介したねクレジットカードの中のねプライオリティパスは全部ね利用することができます。セゾンも使えますし、 UC プラチナカードも MUFG カードも楽天プレミアムカードも全てねこのレストラン特典は使えます。なんですけども ANA アメックスとかアメックスプラチナとかですね、アメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードっていうのはこのレストラン特典が使えないんですよね。ですのでもしねクレジットカードをね発行していただいてプライオリティパスね欲しいっていう時にですね、 ANA アメックスゴールドとか、おととしぐらいからね年間2回までねプライオリティパスね使えるようになったんですよね。またアメックスプラチナね先ほどから出てますけども、あれもプレステージ会員で年間何回でもね利用することができるんですけども、こういったねアメックスが発行しているカードはこのレストラン特典は使えないんですよね。ですのでボテジューも使えないですし、ピザレストランも使えないですし、ナインアワーズもね利用することができないっていう風になりますんで、このね発行しているカードねアメックスかどうかっていうのはねぜひねチェックしていただければなと思います。いつもね質問いただくんですけども、このセゾンアメックスっていうのはデカドカがねアメックスのあのロゴはついてますけども、これはアメックスの国際ブランドであってアメックスが発行しているわけじゃなくてセゾンが発行しているっていう風になりますんで、レストラン特典は使えるんですよね。ちょっとねややこしい部分はあるんですけども、プライオリティパスねこれから発行される方はですね ANA アメックスゴールドとかねプライオリティパス付帯してますんで結構人気ではあるわけなんですけども、レストラン特典使えなかったりいたしますので、この点をね注意していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントねやっておりますんで、ぜひねチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。